こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、こちらに出ている、毛糸とコットン糸と、あと、こちらを販売されているお店のご紹介をさせていただきたいと思っています。今回ですね、こちらの出ている毛糸を、ご提供という形で、選ばせていただいたものになっています。こちらを販売されているお店は手編みのお店フース、そしてデザイナーさんとオーナーさんっていうんですかね、ご店主様がユールニッティングさんというYouTube もされている、こういうデザインとかをされるデザイナーさんもされている方いらっしゃるの、皆さん知っていると思うんですけれども、こちらのね、手編みのお店フースさんのスタッフの方からインスタの方にちょっと DM をいただいて、フースのショップの糸で何か編んでみませんかという形でお声掛けをいただきました。こちらのフースさんのことをちょっとポストカードの裏にちょっとね書いてあるので、読ませていただきたいと思います。編むワクワクと手編み時間の温かさを分け合うをコンセプトに、ユールニッティングがプロデュースする手編みのお店フース。フースとはデンマーク語で家のこと。まだまだ小さなお店ですが、ワクワクや癒し、つながりが生まれるお家のような場所になればという願いを込めて名付けました。編み物を通してたくさんの方とワクワクをシェアできますようにという思いが込められています。でショップの方、インスタグラムでもちょっと投稿させていただくので、インスタグラムからこちらの概要欄、説明欄の方にもフースさんもユールニッティングさんも YouTube のチャンネルがあるので、リンクをつけさせていただきたいと思っています。こちらのね、フースさんの YouTube チャンネルの方ではスタッフの方々も、出演されていて、あと一緒に作品とか、編み物のキットをコラボで作っていらっしゃる作家さんなどのご紹介とかもあったので、ぜひ見てみてください。優しい時間が流れていると思います。そしてユールニッティングさんは皆さんね、知っていらっしゃると思うんですけど、素敵な作品がたくさん発表されています。かぎ針の作品がここでは多く出ていますが、棒針編みの作品もありまして、すごく素敵な上品な感じの、あと使われてるお色もナチュラルな、お家の暮らしに馴染むような糸を使われているんだなというふうに感じました。それで私がご提供いただいた糸のご紹介をさせていただきます。最初はこちらのコットン糸、コットン 100% で、名前がくるくる
という糸の名前です。100グラムで約240メートル。塩針、私は棒針でだったので、棒針だと4から6号を推奨されていました。糸がね、こんな風にくるくると、本当にループがたくさんついているっていう感じで、とっても可愛い糸です。これだけでもね、可愛いんですけど、ちょっと試しに編んでみました。使った針は6号針を使っているんですが、ここはメリヤス編みをしてみました。メリヤス編み、ここはカノコ編みを編んでみました。そして最後はガーター編みを編んでみています。でね、コットン糸でこうぐるぐるぐるとなっているので、個人的な感想なんですけど、編む時にこう糸をね、引っ掛けているんですが、こういうところとか、このね、絡めたところが少しこうザラザラっていう風に編んでいる時は感じるんですけど、編み上がった編み地はすごくね、柔らかくて、こう全然ね、1本だった時はちょっと硬いかなって感じていたんですけれども、芯の糸がちょっと硬く感じたんですけど、編むと全然ね、ガシガシ感がなくて、すごく柔らかくて、こうループがあるので、こうふかふか、柔らかくふかふかした感じになっています。一応メリヤス編みの裏側をこんな感じですね。これが裏メリヤスで、こっちがガーター編み、で、カノコ編みっていう感じなんで、メリヤス編みの部分が一番柔らかさがあるかなって感じます。一番ね、こう、肌触りがいいなって思うのはメリヤス編みかもしれないです。で、カノコ編みはちょっと表裏表裏っていうのが交互になってくるので、ちょっとね、少しポツポツというかゴソゴソっていうような印象はありますが、だからって言って硬いわけではないんですけど、触り心地としてはやっぱり編み目通りのこうポコポコっていうのを感じます。ガーター編みは、カノコ編みほど、ポコポコ感が少ないので、カノコ編みより滑らかな感じで、メリヤス編みよりは、ちょっとポコポコ感じるっていうか、そんな感想です。ふっくらしてるのは、やっぱりカノコ編みかなと思います。これね、なんか、すごく可愛いので、何を編んだらこの糸の良さが出るかなっていう感じが しています。ちょっとね、洗ってみてどうなるのかを確かめたいけど、ちょっと最終的に作る作品によってはね、残しておきたいと思うので、ちょっと水通し後みたいなのはまた後日お話できたらいいなと思いますが、コットンだけど、この一本で触ってる感じ、糸玉を触った感じとは違って、編むととっても柔らかくふかふかしています。で、もう一つの方が、こちらがパルフェという
糸を選ばせてもらいました。 100g 約 300m、 お色はピーナッツというかわいい名前がついています。でね、こちらがちょっと見にくいかもしれないんですけど、モヘアが 32%、 ウールが 14%、 アクリル 45%、 ナイロン 9% という配合になっています。こちらはね、同じくる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 してるんだけど、こっちはもう柔らかいなっていう感じです。もうちょっと編んでみるのを楽しみで楽しみでっていう風に思ってて、ちょっと編んでみたんですけど、あ、一応ですね、こちらは棒針だと4から7号をおすすめされていましたが、私は太い針で編むのが好きなので10号の針を使って編んでみました。メリヤス編みを編んだだけなんですけど、こんな感じですね。透け感としてはこんな感じです。わかりますかね。ゆるゆると編んだので向こう側がね、透けるほど編み目は大きいんですけど、のループが結構しっかりとふわふわしてるので、10号で編んでもこんな感じですね。このぐらいふかふかしてるので15針で編んでもね、そんなにスカスカ感はないんじゃないかなと思います。もっと太い針で編んでもいいかなって私は思ってしまうんですけど、15ぐらいがちょうどいいのかな。で、編み心地なんですが、編み心地は今ちょっと試し編みなので、このループに引っ掛けないようにと思ってちょっと気を使って編んだので少し時間がかかったんですけど、まあもう本番編みでもループに引っ掛けないようにね、この糸を抜く時とかにこういうとこに引っ掛けちゃうと後でね、ほどきにくい、ほどけないってことがあると思うので、なるべくね、綺麗に拾うといいから慎重に編むのが正解だと思うんですけど、もうね、編んだ後の編み地がとっても柔らかいです。ふかふかっていう感じがします。これね、インスタグラムでちょっとこうお店の紹介みたいな、CM 的なものが出てきてる方いると思うんですけど、このパルフェっていう糸はすごくすごくいいですね。とっても好みの感じです。お色があとね、チャコール、ブラックチャコール、濃い黒っぽい糸のと、このゴールドっぽいところがもうちょっとオレンジっていう、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、もうちょっとオレンジっていう感じの糸の3種類ですね。マシュマロっていうちょっと薄紫のように私は見えたんですけど、そちらの糸もね、早く知っていれば欲しかったなっていう感じのとても素敵な色でした。それはもう売り切れているようなので、こういうちょっとゴールドっぽい色かオレンジっぽいのか、チャコール、ブラックのようなお色の3種類がまだ買えると思います。編みやすさとしては編むものによると思うんですけど、こちらのねパルフェとってもおすすめです。追加で欲しいぐらいの
編みやすさというか編み心地と編み地心地がとってもいいですね。で、他にもですね、じゃちょっと編みながらにしようか。ちょっと私、根巻きの糸とか、あんまり経験がないので、ちょっとたどたどしいと思うんですけど、何を言おうとしたんだっけな。他の、買い物はまだしたことがなくて、今回ご提供いただいたんですけど、フースさんは今回ですね、ご提供いただいて、申し訳ないんですけど、初めてショップの方を覗かせていただきました。フースさんは知っていたんですけど、とっても素敵な糸がありそうだっていうのはあったので、もう覗きに行ったら欲しくなっちゃうからと思って、ちょっとあえてまだまだ余裕がないので手を出さないようにって思って、ちょっと見ていなかったんですけど、正直に言うと。で、今回ですね、お声掛けをいただいて、じっくりと店舗の方、ショップですね、見せて、ネットショップ見せてもらって、見れば見るほどね、編んでみたいなって思う糸がたくさんありました。で、こちらはファクトリー糸ということで、お洋服のねメーカーの残り糸を、ご店主のユールニッティングさんが選ばれて買い付けをされているようです。で、とてもね、ちょっとこう、ナチュラルな色ばかりじゃなくて、時々斬新な色っていうのも時々あって、ちょっと変わってる糸っていうのがたくさんあるなって思いました。なので、こういう糸も編んでみたいな、こういう色も編んでみたいなっていう感じで、本当にね、多分一度見たら買わずにいられないっていう感じのお店だと思います。私も今度ね、こちらで何か作品をということなので、これで一つ作品を仕上げたら、ちょっと編んでみたい糸が目星がついているので、そちらをね購入させていただこうかなと思っています。売り切れちゃうかもしれないからね、ちょっと急ぎたいなとは思ってるんですけど、本当に素敵な糸がたくさんありました。で、ネットショップでお買い物できるんですけど、実店舗もあって、京都の方でお店を持たれているようです。営業日なんかは色々あるので、インスタグラムなどでご確認されるのがいいかなと思います。インスタグラムでもね、営業日などお知らせしているようなので、ぜひインスタグラムも YouTube のチャンネルも見てみてください。こんなに可愛いです。ちょっとね、この糸をチョイスするまでに本当にね、何度も何度もショップの画像を見て、この糸だったらこういうの編みたいな、この糸だったらどんなのを編みたいかな、編めるかなとかっていう風に、もうすごいたくさん考えて、
とね、収拾がつかなくなるぐらい、妄想と想像力が広がるお店でした。今回は一応、これが届く前までは、情報を合わせて、春先まで着れる、ちょっと着るものを編もうかなって思ってたんですけど、とね、実際見て編み心地とかを見てみないとわかんないなって思って引いて、で、実際ね、こう袋開けた時には、あ、ちょっと想像してたのと違うものを編みたいかなって思ったり、実際でも編んでみると、あ、でも想像してたの編めるかなって思ったり、ちょっとね、まだまだ迷ってるんですけど、素敵な作品に仕上げられるといいなと思っています。本当にね、ぜひぜひ、お店の方見て欲しくなってください。こんな感じで、今回は、手編みのお店、フースさんと、こちらをプロデュースされているユールニッティングさんの、簡単にですが、ご紹介をさせていただきました。今回ですね、ご提供いただいて、お店と毛糸のご紹介というのは、私の初の試みだったので、ちょっと何か足りない部分とかがあるかもしれないんですが、ぜひ、リンクを貼りますので、フースさん、ユールニッティングさん、ネットショップ、ぜひぜひ見てください。本当にね、欲しくなっちゃうと思います。あと、今回ですね、このように糸を使って編んでみませんかというふうにお声掛けくださったフースのスタッフ様、ユールニッティング様、ありがとうございました。まだね、ちょっと作品が完成してはいないんですけれど、もうすでに毛糸選ぶ時から楽しかったんですけど、試し編みも楽しんでますし、まだまだね、ちょっと想像しようかなと思っています。本当にこのような機会をくださってありがとうございます。では、ちょっと足りない部分があったらすみません。私のちょっと今持っている精一杯です。では、ぜひ、編み物時間を楽しんでいただける、ね、お供になるといいなと思います。本当に覗いてみてください。とっても可愛いです。今回はここまで。最後まで見ていただき、ありがとうございます。終わり。